今回はですね、愛車のエンジンになります。まあ、GTR といえば RB26 エンジンでございます。はい、まあ、こちらですね、今、HKS の、ツインタービン、ブーストが、1.5 だったかな、それで435ぐらいです。はい、で前はこのここにですね、あのシングルタービンだったんですよね。でシングルタービンだった時は、まあ、530ぐらいですかね。はい、だ結構ね、あのバカでかいね、シングルでもまあ大きさあるんですけど、めちゃめちゃバカでかい入れてる人は、まあ、800馬力とか、まあ、1000馬力もありますね。アメリカとかもね、1000馬力仕様とかね、もうめちゃくちゃボーンでかいね、入れたりとかしてますけど、まあ、上は出るんですけどね、あのでかいの入れると下が、実はこの34っていうのは、あの、まあ、もちろんあるんですよ、なんかそのキットみたいな、その下も出すやつ、下も出すやつあるんですけど、それは入れてないです。はい、なんでだいたいその3000回転から3000、5000が面白いですね、回転数だと。うん、そこはブーストかかってみたいな感じですね。だから加速はそんなに、まあ、踏めばまあそれは出ますけど、まあでもうわーみたいにはいかないですね。うん、そう、でもね、一番楽しいのはやっぱね、山です。山、峠がね、面白いですね。峠がいい。うん、3000回転からまあ5000回転の間でブン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 回して、こうウィンウィンっていくのが面白いですね。うん、やっぱね、あのなんだ、まあ、車って、まあ、今ね、ちょっと若い子とかはあれかもしれないですけど、うん、まあ、車好きの人はあれですよ、なんかその走ってて面白いっていうよりかは、なんかもう移動じゃないですか、ただ移動できればいいみたいなね。やっぱ走ってて楽しいか楽しくないか、ワクワクするかって大事だと思うんですよね。燃費は良くないですよ、燃費は踏めば4キロぐらいしかないですから。なんかね、高速とかね、もうガンガン走ってるときはね、なんかね、あのガソリンメーターがね、こう目視でこう減っていくのが分かるっていうね、目視でこう踏みまくってると。まあいいっすよ、いい。まああとね、このね、タービンのから出てるこのなんかキノコあるじゃないですか。で HKS さんと、あとはトラストなんだ、どこでしたっけ、なんかもう一個あるんですよ。でもう一個のこの筒のやつ、なんていうんですかこれ、そう、なんちゃって走り屋ですから、まあでもだいぶ走ってますよ、17万キロ走ってるんで、まあ、違う走り屋ですけど。あんま詳しくないですよ、あんま詳しくない。そう、だ詳しい人からするとね、いやそれだよとか。もうご指摘ご指南できるやつでいいんじゃないですか。昔はね、あの大学生の時とかは、まあ、自分でジャッキアップして車高調変えたりとか、マフラー変えたりとか、まあ、オイル交換も自分でやったりとかね、ジャッキアップして、まあ、今はやんないですね、さすがにやんないですね。うん、あ、車高調はね、 HKS さんのハイパワーなんちゃらだ、まあ、ベターなやつですね、 HKS さんの。そう、だからこれね、売る気なかったんで、まあこの希望価格で売れるかわかんないですけど、もし希望価格で売れなかった場合や、場合は、またちょっといじるかもしれないですね。だからまあ、ここもやっぱね、その、ここをまず綺麗にするのと、あとライトですね。ライトも綺麗にして、ここも綺麗にして、なんだ、後ろのウィングも塗装と剥がれてるんで、まあ、それも綺麗にして、だからそう、海外でそのあとでもうめちゃめちゃ、まあ、あるその綺麗にしてね、綺麗にした状態で塗装をめっちゃ綺麗なところにお願いするっていう、でそれをちょっと撮りたいですよね。海外のあのね、あの洗車の動画超かっこいいんですよ、めちゃくちゃいいんですよね。そうなんで、まあエンジンいいっすよ。まあ今の車は、なんや、
あのカバー閉まってますから、カバーがね。なんでいいっすよ、いい。まあ32からですかね、この RB26 エンジンは。まあ32もね、まあいいんですけどね。すいません、32の方リスペクトしてますよ。33どこ行ったみたいなね。33ね、あれなんですよね。いやでも僕33からですから、実はもう33のこのスカイライン GTR に34に興味持ったのは18の時に、33のスカイラインのエンジンが RB20E っていうね、 RB20E、レギュラーガソリンの、ターボなしっていうね。そう、まあ33ってその 25TT だったかな、なんか結構それが多いんですよ。NA で NA 直六 RB20E130 馬力っていうのがあるんですよ。超マニアックなんですけど、それを買ったんですよ。でそれを買ってからスカイラインに、もう GTR マガジンね、めちゃめちゃその立ち読みしてましたね。でそれで34かっこいいなと思ってね。まあ18に憧れてた車が今ねこう手元にあるっていうのはなんか不思議だあれですよね。あのまあまあ、あの頑張りましたよ。てかだいぶ頑張った。あの楽してこいつは手に入れてないから大丈夫です。めちゃめちゃ仕事やったからね。どれぐらい仕事やったかっていうと、あのまあまあまあ、あの1ヶ月会社に泊まり込みして仕事するとか普通です。普通にやった。まあ、だからね、なんかね、まあ、東京にいた時は東京のところ、東京の思い出が10年以上働いたんですけど、あの会社で泊まってる思い出しかないっていうね。そう、いや10年よう会社に泊まりましたね。まあ会社が家みたいになってましたからね、もう。そう、そう、まあ今もまあまあやってるとは思うんですけどね。動画本数はまあ2万本ぐらいアップしましたし、どうですかね。まあノー編集が多いですけど、ほぼですけど。まあでもね、こう売れるかな、2000万で。まあ今はちょっときついかもしれないですね。だからこれ動画撮りながら、その値上がりもね、共有していくっていう、値上がったのか下がったのかみたいなね。でカーセンサーで台数、まあグーでもいいんだけども、台数がなくなってきたとかね、いろいろまた言えるし。とりあえず2000万じゃないと売らないっていうね。ただですよ、それも変わって、なんかそのオーナーさん買いたいっていう人がめちゃめちゃ、そのなんか子供の時からめちゃめちゃ34憧れてて、で仕事頑張ったとかね、なんかそうめちゃめちゃ頑張って今ある程度買えるようになったっていう、なんかその物語、ストーリー、この34にかけるストーリーがあるんだったら、その情熱値引きはしますよ。情熱値引きは。でも業者さんも、まあそのただその仲介してるところもあると思いますし、その R 専門でね、その R を売りたいねんと、 R を仕入れて売りたいねんっていうその業者さんもあると思うんで。そう、だ大手さんはね、多分まあないでしょうね、多分売るのは。別に何売ってもいいわけじゃないですか。そう、なんか R 専門店っていうか、そういうところはもうそもそも R を仕入れられなくなってるっていうところもあると思うんで、まあその R を売りたいみたいな、買い取って売りたいっていう、そのなんかそういう歴史だったりとか、そういうのあるんだったら、まあ交渉は交渉しますけど、交渉されたらそれはなんだ、跳ね返すことはなく聞きますけど、
そのあのもう20年経ってるんで、あの刻印の車のね、あのあれが古いですね。まあいろんな思い出がありますね、こっちとは。そう、滋賀でね、佐賀だったか、滋賀か、滋賀県で車止まりましたからね、ヒューンみたいな。でその動画も撮ってるんですけど、そのね、滋賀で車が止まったみたいな動画は確か2万回ぐらい回ってますね。滋賀でなんか交差点でね、車止まってエンジンかかんなくなって、ヒューンみたいな、マジでみたいな。でなんか最終的に、まあ1ヶ月かかそのなんかその預けたところで1ヶ月ぐらいかかって原因が分かんなくて、なんかヒューズが焼けてたっていうね。ヒューズ変えときましたっつって。いやー、車っつうのはね、男のロマンですから。ロマンです。うん、まあ今は分かんないですけどね。まあ昭和なんで、僕すいません、昭和なんで、今令和ですね。今令和だからな。なんかそうそうそう、動画のそのアナリティクス見てると、まあちょっとまあまあ僕のビジネス系の動画って、まあ100回るか回らないかなんですけど、やっぱちょっと回ってるんですよ。まあ狙い通りなんですけど、なんかアナリティクス見たら、そのね、あの30代と40代と50 30代40代40代50代しかいなかった、多分見てる視聴者がその世代ですよね。でもね、34はアナリティクスのあの年齢がもうそこしか線作りついてなかったですからね。なんかね、あれですよね、34乗ってるね、34で YouTube、 あのメガネかけてる人なんだっけな、なんか34めっちゃ好きな人いてるじゃないですか。なんか2台持ってるのかな。なんかその前面白かったのが、なんかなんだ、34の ER34 でしたっけ。でそのそれを GTR に全部 GTR 風に全部してるみたいなね。で最後のオチがボンネット上げるとエンジンはこれじゃないみたいなね。そこはやってないんだみたいな。あの人めっちゃ好きですよね、多分34。うん、2台な、な、まあ最近見てないですけどね、なんか前なんか見たような気がするんですけど、なんかそのあれですね、まあ、最近その YouTube やる人も増えてきて、まあ僕は女子が出てきたのびっくりしましたけどね、34買った女子、あれはびっくりしたけど。でコラボしていくよ。いや僕とコラボするやついねえだろうな。いないっすよね、うさんくさいから。まあいいんですけど、一人でやってきますよ、一人で。そう、はい、ということでこちらですね、 RB26 エンジン、イス直六、いいっすよ。ちょっとエンジンかけましょうか、エンジンだからね。じゃあこの前ね、この前なんだ、エンジンかかんなくてオチがなんだ、クラッチ踏んでなかったっていう、ね、クラッチ踏まなかったっていう。いやー暑いね、暑いっす。直後はあんま吹かしたくないんですけど、まあ、絵的にやんないんで、ね、まあまあエンジンによろしくないですよね、いきなり吹かすのは。まあ、普段はやってないですから、大切に乗っております。
まああとね、レッドゾーンまでガンガン回すとかもやってないんで、だ結構ね、レッドゾーンまでガンガンやってる人いるじゃないですか。そこまでは僕やってないんで、だそんなにダメージないとは思いますけどね。はい、では終わりたいと思います。ありがとうございます。